イズニーバター。パスタはバリナのナンバーファイブ、こちらもコストコで購入してます。パルミジャーノレジャーノ、うわーすごいね、もうチーズとバターの香りがすごい。皆様こんにちは、イートキンコングです。今日はコストコ食材を使った料理ご紹介します。前回こちらの動画でコストコ購入品ご紹介しました。その中でもコストコにしかない商品とか、コストコだからコスパよく買える商品買うことをおすすめしてます。でその中でもなかなかねスーパーにはないこの2品ですよ。はい、まずはこちらイズニーバター。こちらフランスの発酵バターです。発酵バターってなかなか日本のスーパーに売ってないと思います。でこれコストコでめちゃくちゃ安く買います。コストコの値段がこれ、アマゾンの値段がこちら、めちゃくちゃ安い、うん、全然違う、全然違うね、うん、でこれめっちゃ美味しいバターなんで、これ今日使いましょう、はい、さらにこれも紹介しました、パルミジャーノレジャーノチーズですね、はい、それのブロックです。でここにねカークランドって入ってると思います。コストコのオリジナルブランドっていう意味ですね、はい、なのでコストコでしか売ってないものです、はい、これを細かくバーっとしたものがよくあの市販に売ってるボトルに入ってるパルミジャーノの粉とか売ってるじゃないですか。であれってやっぱりあのいろんなチーズブレンドされてることが多いので、これ 100% パルミジャーノっていうのはねめちゃくちゃ美味しいですよ。じゃあもうこの2つを使ってめっちゃ美味しいパスタ今日やります。はい、バターとチーズのパスタいきましょう。はい、じゃあそれではバターをねカットしていきます。うわすげえ、ね、もう色が濃いね、うん、うん、あいい匂いする、うん、はい、こう開けますよ、うん、はい、30g ぐらい切りましょうか。はい、ちょっと食べてみよう。うん、食べてみたい。ね、美味しいバターですよこれは。ちょっと危ないね、気をつけてね、うん、これ食べますか、うん、どうぞ。いただきます。うわ濃い、ミルキー、うまい。ただ全然しつこくない、うん、スッと消えていく。もうほらスッと消えていくね。はい、じゃあこれを今日使います。はい、はい、残りは回していきましょう。はい、パスタはバリナのナンバーファイブ、こちらもコストコで購入してます。これもめちゃくちゃ安くて美味しい。じゃあパスタをもう湯がき始めたら、小さなフライパンにバター入れます。であのパスタのポイントなんですが、今回のバリラのパスタ、バリラのスパゲッティは表面がテフロン加工されてます。テフロンということはツルツルしてる、うん、なのでパスタ入れたら軽く混ぜて、その後あまり混ぜなくていいです、うん、それを何回も何回も混ぜてしまうとどんどんねグルテンが出てベチョッとしてしまうので、あまり混ぜないのが美味しさのポイントです。はい、はい、で、今テフロンと言いましたが、もう一つブロンズのパスタっていうのがあります。いや、あのディチェコとか聞いたことあるかもしれないんですが、テフロンに対してブロンズのパスタっていうのは表面がザラザラしてます、うん、でそういうパスタに関しては表面がザラザラしている分グルテンが出やすいので、混ぜないと麺がくっつきやすくなります、うん、はい、バリラはテフロンなので、ツルツルしてる、なのであまり混ぜない、ぜひねこれ覚えておいていただきたいなと思います。バターしっかり溶かします。はい、ここで焦がしバター作ります。はい、全体の温度を均一にしつつ焦がしバターにしていきます。これまだ全然透明な状態でしょ、こんな感じ。少しねここからバターに色つけていきます。うっすら茶色くなってきました。もう少しいきます。
ほら、茶色くなったわかる？うん。ほら。こんな感じで、最初に比べてね、少し焦げた色がつきました。これでバターめっちゃ美味しくなります。パスタが茹で上がったら、しっかりとお湯切ります。はい。そしてこのままお皿に盛ります。はい。ここにチーズたっぷり削ります。ここの部分、色変わってるところあるじゃないですか。ここはちょっと硬くて食べれないので、ここは削らないでください。こっち側、包丁で取れます。ではチーズの上に焦がしバターかけます。仕上げにブラックペッパーをたっぷりかけます。はい、これでバターとチーズのパスタ完成です。こんな感じね。はい、それではいただきます。めちゃくちゃシンプル。ちょっとチーズも溶けて、これよく混ぜて食べてください。うわー、すごいね。もうチーズとバターの香りがすごい。うわー、すごい。これはね、やばいよ。シンプル。うわー、めちゃくちゃ美味しい。うまっ。どうぞ。いただきます。これはうまい。いただきます。はい、どうぞ。いいよね、これ。めちゃくちゃシンプルなんですが、やっぱりこのバターがめっちゃ美味しい。チーズも美味しい。そしてパスタも美味しい。もうこの3つそれぞれの味がめちゃくちゃ強い。だから他のものいらないですね。うん、絶品。はい、ということで本日はコストコの食材で作りましたディズニーバターとパルミジャーノレジャーノでございました。それぞれの食材の旨味がめちゃくちゃ強いので、シンプルにめちゃくちゃ美味しいパスタができます。はい、こんな感じで僕のチャンネルではコストコの購入品で料理も作っていきますので、興味がある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。イートキンコングでした。バイバイ。いろいろね、バターも使いました。過去はカルピスバターね、やりました。あれも美味しかったね。でもこれもめっちゃ美味しいね。これ他の料理も使っていきましょう。そしてこれも本当におすすめなので、ぜひ一度試してみてください。